後藤かな子です。株式会社資生堂に勤めております。もともとものづくりっていうものがすごい好きで学校を選んでいたんですけれども、まあ、その中で芝浦工業大学の機械制御システム学科っていうところが結構幅広いというか、まだその実際何がしたいかっていうのがその時は決まってなくって、でその中でもこう例えばロボット工学っていうメカトロから、まあ、解析だったりデザイン工学まで結構幅広い分野に携わっていたので、ちょっとここだったら自分がやりたいことが見つかるかなと思って選びました。研究室は最適システムデザイン研究室というところだったんですけども、まあ、その中でも開発支援を行うようなシステムの開発を行っていました。いろんな特許情報を、データベース化して、それを分析することによってこうなんか新しいイノベーションを、起こす要素はどれだろうっていうところを探していって、で、そういった見つけた要素を分析していって新しい開発に生かしていけるシステムっていうところを作っていくような研究をしていました。新しいものづくりっていうところで私の中ではこの普通の人にはなかなか思い浮かばないようなアイデアとかをこうパッて思い浮かぶ人がそういうのは作っていくのかなと思っていたの でそういうのをやっぱりシステム的にこう支援できるものがあるとぐっとこうものづくりの可能性って広がるのかなって思っていて、で、そういうのをこう想像しながら作っていくとなかなか面白いなという思っていましたね。就職活動している際にはやっぱりものづくりに携わりたいなと思っていて、こうエンジニアリングの機械を作っているところとかもいろいろ見ていたんですけども、その中で凸版印刷さんも、幅広い領域でものづくりをしているっていうのもそうですし、会社の方針としての感性を大事にしたものづくりっていうところがちょっと私的にはかなりこうときめいたというかやっぱりそのものを作る上で、そういうシステマティックなところも大事ですけど、やっぱりそういった感性っていうところも大事にしたいなっていうところで、会社方針に惹かれて入社しました。5年から6年ほど、いまして、でその間は主にパッケージの開発を行っていました。具体的には洗剤の詰め替えパッケージみたいなああいったものの、設計をやってました。もともと転職するきっかけというか、やっぱりエンドユーザーもうちょっとお客様に近いところで働きたいなと思っていて、どうしてもやっぱりその設計をしていると実際そのお客様がどんなものを欲しがっているかっていうのがあんまりちょっと見えにくくて、でそういった中で実際にお客様とこうの意見をこうキャッチできるような会社に行きたいなと思ってて、そこから選んでいっていました。もともと私がちょっと好きだったその感性というか、やっぱりその美に対して そのこだわりっていうところとものづくりっていうところが合致していて、で、そういったところで、資生堂を選んだのところになります。こういった会社で勤めていると、やっぱりこの社会として自分がこう必要とされているという感じというかやっぱり働いているとこう誇らしげにいられるというか、そのママっていう軸とそういったそのエンジニアっていう両方があって、こうなんかこの自分の存在意義っていうかところがこう表せるかなっていうところがあるので、ママだからこうちょっと諦めなきゃいけないとか、逆にその働いてるからちょっと家庭がとかこういろいろバランスを取るのはすごく難しいんですけど、やっぱりでもやりたいことを諦めないで、このもう家庭も大事にしたい、でも仕事もバリバリ頑張りたいっていうところはもう全力でやっていくのが自分の中ではやっぱそれでバランスが取れてるかなって思ってます。芝浦工業大学は結構伝統のある大学だったので、そのやっぱり昔ながら その基盤的なところはすごいしっかりしていく中でも、やっぱりその新しい要素とかが結構取り入れられているな、通ってる当初はそこまでその実感はなかったんですけど、いざ自分が卒業してみてこう俯瞰した時に、そういえば
こんな授業とか結構新しかったなとかって思うことがあって、やっぱりそういった最先端もその含めていろいろ考えられているんだなっていうのを改めて卒業してから実感しました。プロジェクトマネジメントの実習だったりとか、まあ、そのグローバルの交流だったりとかっていうところは今もすごく役に立っているので、なんかそういうのがいっぱいたくさん散りばめられている、とてもいい大学だったなと今思います。まあ、芝浦工業大学、やっぱり最初工業大学っていう名前だったので、私もちょっとなんかこうすごい硬いところかなと思ってたんですけど、実際中に入ってみるとかなりユニークで面白い方々もたくさんいて、で先ほどもお話ししたようにもう授業も豊富で、いろんな先端の技術も取り入れているので、こうなんだろう、こう好奇心旺盛な人とか、こうなんかやってみたいことがこうちょっとでもあるっていう方にはもうぜひおすすめの大学だと思います。まだこうやりたいことがこう決まってないとか、でもなんとなくものづくりに携わっていきたいなっていう人がもしいれば、まあ、そういう人はもうぜひ実際入ってやりたいことを見つけていくのがいいかなと思います。